どっちやろうな、マジで。うん、スミがさ、コンビニでなんかスパゲッティみたいな買ってきたよ。うんうん。めっちゃ美味しそうやなってなってさ。うん。全部俺が欲しいなってなって。うん。俺とスミのどっちのスパゲッティなんやろうなっていう問題が。うん。ちょっと聞いてみるか、竹内に。ああ、そうする、うん、確かに。大事なチャンネル。ごめん、竹内。ちょっといい？ちょっといい？うん。スミがスパゲッティみたいなコンビニで買ってきたの。うん。めっちゃ美味しそうやってさ。うん。俺が全部食べたいと思って。この場合、どっちのスパゲッティになるやろ。うん。スミのじゃん。スミが買ってきたからね。そうそう。ってことでね、スミのっての意見も分かるのよ。意見。うん。俺は、分かる分かる。どんどん面白くなる。なるほどな。なんでやねん。俺なるほどや。竹内食べる？いいの？竹内腹減ってる？減ってない。減ってない竹内が食べるのが一番。うん、マルコさん、マルコ。何でやねん。ちょっと、どうしたらいいんやろな。この前、その、服見に行ってさ、いいなって思う、なんか、ダウンみたいなやつ、あってんけど、うんうん、なんか6万ぐらいしてさ、うんうん、まあ、高いやろ、6万は。高いね。そう、だから、まあ、どうしようパクるか、走って逃げたりするか、まあ、どうしようかなって悩んでんねんけど。まあ、そうやな。うん、盗んだ足で逃げるか、どうするかってこと。我慢。あかん。ちょっと聞いてもいい？服見に行ったんよ。うん、そしたら、なんかめっちゃいいやんって思うダウンがあって、うん、値段見たら、6万ぐらいしたんよ。うん、まあ、正直高いなってなって、うんうん、なんかまあ来てパッて走って逃げるか、いや、いいわけないよ。だ我慢するか、どうしようかってなってね。どっちやろな。え？違いいよ。我慢せえ、我慢せえ。得れるものと得られへんものを一回整理してみる？してみようか、じゃあ。我慢したら、うん、ダウンは手に入れられへん。手に入れられへん。うん。うん、手に入れるものは何？なんかある？モラル。ああ、モラル。モラル。うん。うん。まあまあ、みたいな感じじゃ。なんか、うん。来て、ダッシュで逃げた場合、得るものは、うん、まあ、ダウンがあるやん。うん。いや、前回やな。ダウンと前回2個得れる？あ、ダウンは得れない。お前は逃げ切れない。でも逃げ切れはすんねんけど。ほんで自信あんねん。ほんで自信あんねん。星ダウンとかないの？いや、まあ、あるっちゃうよ。あ、じゃあ、一緒にする？するか。聞いたことないやろ。絶対我慢してる。まあまあな、気持ち上がるけどな。悩むな、どうしよう。我慢せつ。いやでも。出番なよ。出番まあでもな、まあ我慢って意見もね。ちょ、マジ、いい加減にせえって。何がやねん。付き合い長いやろ、俺ら。もう、めっちゃ経ってるやろ。下の名前で呼べや。なんでやねん、ええやろ、別に。ケンチ。うん。ちょ、やばい、こいつ、マジで。いや、こいつ、お前な。下の名前で呼べよって言ったの。なんで呼ばなあかんねん。呼べや、下の名前。ええやろ、別に。呼んだ方がいいよな、下の名前で。まあ、そんな言うなら呼んであげるか。なんで嫌なの？照れくさいやろ。どう思ったの、ケンチ。俺は別に名字でいい。付き合い長いけど。同じぐらいいい。うわぁ、どうしようかなぁ。ん？友達に1万円分の商品券みたいなのもらったんよ。うん。ちょっといい感じの枕。あぁ、1万円。ああ、いい。そうそう。買うか、木の板20枚買うか。うわぁ。どっちがいいかなぁ。レイジ、友達から、なんか1万円分の商品券みたいなのもらったんよ。俺何買おうかってめっちゃ悩んでた今。うん、結構いい感じの枕。うん、あ、いいね。そう、買うか、うんうん、木の板20枚買うか。え？これどっちがいいやろな。え、枕ちゃん。木の板はなんで？うわ、いいよな。うわ、木の板はなんで？どっちがいいんやろ。木の板はなんで？それ2個いける商品券何やと。カニとかもいいよな。カニいいよ。カニ1万ぐらいのやつあるやん。うわ、それもいいな。どうしよう。カニでいい。なんか他にいいのとかある？ 1 万円で。加湿器。加湿器？加湿器？加湿器。ほう。加湿器、加湿器。加湿器。気抜いてやるよ、絶対。いいよな。何やなんかちょっと、キモいな。お前ら。キモいは言い過ぎやけど。ちょっとずれてるだけ。お前らやから、キモくてずれてる。まんま言ったらかわいそうやから。まあまあ、そうやな。肩持つな。まあまあまあ、そういう人もおるか。話分かるやつ見られた。悩むなぁ。いけって。カニはでもないか。いいってよ。
カニやったらエビとかの方がいいもんな。一緒や。カニもエビも。エビ食べたらなくなるからな。そっか、ほんまや。カニもや。ほんまや。カニもや。蜂蜜とか。蜂蜜？蜂蜜？蜂蜜食べても食べても減らんから。うるさい。食べたい。蜂蜜食べたいな。オープンソン。蜂蜜食べたいな。